ました。ただいまより秋田竿燈まつりを行います。短い秋田の夏を盛り上げる風物詩として8月3日から6日までの4日間行われます。その始まりは江戸時代中期とされ、真夏の病魔や邪気を払うねぶり流しという行事を原型に、その後厄除け、みそぎ、五穀豊穣などを願う現在の祭りに変化したものと伝えられています。一本の重さが50キロを超す竿燈を自在に操る指し手と呼ばれる演者のダイナミックな技は見る者を魅了します。さらに踊るようなバチさばきと軽やかな笛の音で賑やかに演技を盛り上げる囃子方が祭りに花を添えます。現在竿燈に携わる町内は城下町を中心に38町内、近年では企業や一般団体も加わり、毎年約280本もの竿燈が会場の大通りを埋め尽くします。秋田藩久保田城下の町民たちの心意気と誇りをかけて守り続けてきた伝統は時代を超え脈々と受け継がれてきました。さあ、それでは本場の臨場感をそのままに、竿燈が祭り会場へ繰り出す時に鳴り響く流し囃子を合図に、いよいよ力と技の共演の幕が開きます。15センチほど下ろして
持ちこたえる技です。次の演技は平手。竿燈を手のひらに乗せて高々とかざし上げてみせる力強く豪快な基本技です。次の演技は額。竿を額で支える、まさに首の根元が座った重量感あふれる技。静止して両手を大きく開いてバランスをとり、観客を圧倒する見せ場を演出する技です。次の演技は肩。竿燈を掲げやすく最も覚えやすい技。利き手で上げた竿燈を流しでまっすぐ首の付け根に下ろし、軸足と竿燈を一直線にするのがポイントです。最後の技は腰。かなりの修練が必要な高度な技。上体を程よく横に傾けバランスを保ちます。5つの基本演技の中でもクライマックスに映える大技です。はい、それでは会場でご覧のお客様、ご一緒に掛け声と手拍子をよろしくお願いいたします。どっこいしょー、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 どっ
どっこいしょーどっこいしょーこいしょーどっこいしょーどっこいしょーどっこいしょーこいしょーどっ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 こいしょー